こんにちは、トップガイングリッシュです。今日もですね、TOEIC 300点台から日本で独学で900を超えた、私 TOEIC コーチが語る、今日はですね、900点を超えるための、文法読解力の、基礎力強化ですね。なので今日はテクニック的な話ではなくて、根本的な文法読解力をつけるために私が何をやったかという話になります。はい、まずですね、700台の時に遡ります。700台の時までね、リスニングパート3対策で、700台まで伸びたという話をしたと思うんですけど、なので700台といっても文法語彙力は英検2級レベルくらいでしたね。で、長文が非常に苦手でした。はい、これはもうセンター英語ぐらい、センター試験の長文も苦手でしたね。なんか見るだけでもう嫌だっていう、そういう感じでした。はい、で、700あったので、実際中学生に英語とか教えてましたね。はい、そういうレベルです。なので中学文法はもう方法できているというレベルだったんですけども、ある勉強方法の本にですね、やっぱり中学文法というのは、もう 100% じゃないとダメだと書いてありまして、そうかそうかと思いまして、9割ぐらいできていたんですけども、これを 100% でまずしようと思いまして、中学文法の復習からですね。で、何を使ったかというと、こういう本ですね。もう本当にこれ中学生が使うような本ですね。高校入試の問題集の文法のものを、2冊ぐらいやりましたね。で、大体1冊で1日ぐらいで終わっちゃいました。はい。1日ぐらいですね。60ページぐらいなんでね。これはもう知識問題なので、もうわからない問題どんどん飛ばしてね。バーッと解いて、で、わからない問題もそんなにないもんですから、そこだけチェックして終わりということですかね。2日ぐらいで、だいたい2日か3日で2冊終わらして、だいたいこれはもう終了です。はい。で、高校文法ですね。これが問題で、私、高校文法全然わかってなかったですね。分子構文もわかってない、仮定法もわからないとか、刺激動詞もわからない。そんな感じでした。ので、高校文法に関しては、今はこのエバーグリーンという名前に変わってしまったんですが、有名なフォレストという、600ページぐらいの文法書がありまして、この今エバーグリーンって名前と出版社は変わってますけども、内容はほとんど一緒です。これをですね、もう本当に小説を読むように1ページ目から、大体これ600ページぐらいかな、全部読みましたね。はい。それだけです。もうこれをひたすら全部読んだと。1ヶ月ぐらいかかりましたけどね。あれ電車でもう、電車の中でも読んでましたし、その、ホーム歩くときも読んでましたね。そんな感じです。はい。それから、ネクステ系。これ、ネクストステージっていう有名な文法の問題集があると思うんですけどね。言ってみれば、大学入試のパート5版みたいな感じですかね。そういうのを3冊ぐらい、軽く2、3週やったぐらいです。はい。この時軽くって感じですね。はい、ということですね。文法はこんな感じです。それから長文ですね。長文はやっぱ本当に苦手でしたので、やっぱりね、分かるところからやろうと思いまして、もうこれ中学校の教科書、クラウン1年、2年、3年ですね。で、このクラウン1年から読みました。別に音読とかじゃなくて、普通に黙読ですね。最初は簡単じゃないですか。This is a pen とかね。そこから言いましたね。で、後半になってくるとね、結構長くなってくるんですよね。はい。で、もう本当にこういう簡単なところからやると、意外とこの中2の真ん中のあたりでね、その4行ぐらいの部分だとか、意外と読みにくいなとか、そういうのが分かってきます。で、自分がどの辺で、読みづらくなってるのかなっていうのは分かってきますね。はい。で、こういうね、簡単な英文、簡単で長い英文を読み慣れると、英文を前から読む習慣っていうのが自然についてくるんですね。はい。なので、いちいちスラッシュ入れなくても、割と前から読む、癖というのがついてきますね。はい。で、これを読んで、で、その次に、高校入試の長文ですね。例えばこの明治学院高校とか、これかなり、長文の中でレベルが高いんですけど、あとこういう問題集も売ってますので、こういうのもやってましたね。あとは、
まあ、結構ね、このレベル難しいので、私はもっと簡単なやつ、例えば商業高校とかね、もうちょっとそのレベルが低い高校っていうか、簡単な高校の長文、問題を自分で読んで解いたりしてますね。まあ、その時ね、塾で教えてましたので、こういうのがたくさんあったわけですよ。で、こういうのをコピーしてね、よく、まあ、教えながら自ら勉強もしてました。ということですね。あとはそうですね、高校生にも教えてましたので、まあ、高校の教科書、もうやっぱりやらざるを得ないんですね。まあ、これ、クラウン高1、まあ、高2、高3。まあ、こういうのもですね、やっぱり教えていた身ですから、いろいろ突っ込まれるわけなんですね。この ING 何ですかとか、このオブ何ですかとかですね。で、やっぱり、私が、なんて言うんですかね、ここいまいち苦手だな、質問してほしくないなっていうところに限って質問してくるので、もう観念して、もう完璧に調べるしかないんです。で、教科書はですね、これ訳がないので、もう自分でも辞書で徹底的に調べるしかないですね。まあ、それが逆に良かったと思います。読む力がすごくついたと思いますね。あとは英文解釈の勉強なんですけども、これはですね、まあ、この高校の教科書を読む前ですかね、前に私はですね、この伊藤和夫という、もう亡くなった先生なんですが、まあ、非常にカリスマ講師、駿台塾のカリスマ講師のこのビジュアル英文解釈という本、これ上下巻、1、2巻ですね。これを読みました。これはですね、すごく解説が長いんですね、本当に。で、すごくね、もう読んでる 眠くなるような本なんですけど、でもすごく私にとっては分かりやすい本で、ただ、2冊読むのに3ヶ月かかりましたね。3ヶ月間、なんかずっとこれ読んでて気がします。あとは、関正夫先生という、まあ、スタディサプリで有名な先生なんですけど、まあ、すごく分かりやすいですね。まあ、こういうのも読んだりしてました。まあ、あと数冊ね、いろいろ読んだりはしてましたね。まあ、あとは、この英文解釈の勉強をすると、私の場合はすごく洋書を読みたくなったので、まあ、洋書を読み始めるんですけど、結構社会人の人が失敗しがちなのはね、いきなりこういうのを読み始めちゃうんですよ。ね、まあ、興味があるか分からないですけど、ただそれだと失敗しがちなので、もっとですね、ものすごく簡単なものからやっぱり読んだ方がいいですね。すごく簡単な。まあ、例えばこういう、まあ、ライオンキングのこうペラペラなやつとか、まあ、これでも意外と難しいんですけどね。まあ、あとはこういう、まあ、子供が探偵の真似事みたいですよね。こういう洋書とかもありますので、まあ、こういうのもシリーズになってるんですね。まだこういうちょっと偉人伝のような、スティーブン・スピルバーグとか、まあ、こういう薄い本ですね。こういうのを、どうですかね、20冊ぐらい読みましたかね、20冊ぐらいこういうのを読んで、またこういうイソップ物語とか。それからようやくだん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 大人向けになって、本当に初めて読んだ大人向けの洋書はこれです。こういうもんですね。ようやくこういうのが読めるようになったということですね。で、あとは、まあ、この辺で800点を超えてきた。で、800点を超えてからジャパンタイムズを、2、3年購読しました。ということですね。なので、この辺りが非常に文法読解の基礎になっているということです。大学受験と似てますけど、まあ、似てますね。ただ、この洋書をたくさん読んだっていうのがね、ちょっと違うのかなと思いますね。まあ、以上になります。あとは、いろいろリーディングの戦略とか、まあ、900を超える戦略を積んで、まあ、900を超えたということなんですけどもね。まあ、こういう基礎が、まあ、基礎固め私はやったということになります。あとは、以前紹介しましたけど、単語もね、がっつり学習して、まあ、リスニングなんかもね、他の動画で紹介してますけど。そんな感じになります。で、以上、参考にしていただければと思います。ありがとうございました。